レナ見て。レナちゃんだよ。じゃあやります。私も。皆さん来てください。アウトオブコンビ、そう。アウトオブコンビって言われた。言われた。はい。そうだよ。いやいいよ、お茶あるから。花田もいるよ。え、なんか待った待った見て。今はめっちゃ下からなんやけど。花のおごられチャンスなんだけど。なんでそんな離れてるの？見て見て見て、ね、なんでそんな離れてるの？横画面見て、めっちゃ綺麗。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いな。ねレナもっとこっち来て。え、何が？あ、ちょっと待って、今着替えます。私最近着替えるのに配信始めたんかい。着替えないよ。着替えないじゃん。かきれなの花も配信。じゃあ着替えない。やばい、寒い寒い寒い。終わりです。こんばんは。皆さんクリスマスですね。めっちゃ可愛いんだけど。誰がいると思いますか？メリークリスマース。寒い。メリークリスマス。メリークリー。え、これ横に抜き。あ、横になった。めっちゃ下からなんやけど。ね。だから手で持ってる。着替えじゃねえよ。見せねえよ。すごいって。12月の目標ですか？オープニングアクトを成功させる。半袖、半袖じゃない、ちゃんと着るし。ごめんなさい、ノーメイクだからやだ。ゴミ箱ない。あ、ある、あ、ない、ない。これを食べるのいるんですか？ゴミ箱ない。ゴミ箱ない。見て、花が買ってくれました。花が買ってくれたよ。なんだ、12月。生写真？ね、生写真、生写真。なんだよ。売られてるって。生写真死ぬ。やっぱ売られてんの？え、ここにいるとサラ売られてた。やっちゃうやな。来ますね。来ます。普通に。腹減ったんだよ。ね、声でかい人いるね。何食べよう？食べる気力がないのに話し始めた。うわ。そうなん。レナが入ってしたのか？見て、母が大好きなペプシ。今日は学校で飲まなかったから。学校でいつもペプシ飲む。毎週金曜日飲んでる。普通にヤンキーやん、それペプシ。このペプシね、こんばんは。カフェイン3倍飲む。え、お疲れ、ありがとう。カフェイン3倍ほんとに、ぐしゃぐしゃで。ちょっと待ってください。こんばんは。レッスン終わりって顔が本当に。ね、ね、ね、サトンサインチェキ当たった？私はコカコーラではなくペプシー。え、何のサインチェキ？皆さん9時、9時ボム？ん？ボムのサインチェキじゃない？違うよ。違うよ、9時だよ。9時だよ。あ、そういうこと？9時だよ。サインチェキ当たったってこと？え、当たったの？すごい、すごい、すごすぎる。え、それさ、人指定できるの？できないです。サータン推しなのに。サータン出たの？かわいい。このリフラクション。かわいいね。やばい。なんか人あんじゃん。かわいい。今なりたね。すごい。そうなの。本当にすごい。クジプラサータンのもの何も当たりません。かわいい。なんで？言ってないし。嘘つかないで。え、もう始まってるの？え、9時ってもう始まってるってこと？始まってるよ。今日から？あ、そうなの。え、みんな9時引いたの？あ、サタン当たんない？あれ、普通にメルカリ言ったら、キレナが買うから。すごい言ってる。花ちゃんの一言メッセージ動画当たっとって。ちょっと待って、ねえねえねえ、みんな手持ちでやったんや。ありがとう。ありがとう。大事にして。花になります。結婚。じゃあ今からみんなを回っていきたいと思います。やだー、かわいい。バブちゃんみたいな感じがするの、はい、え、はい、サラちゃんでーす。小顔します。かきるな、顔がでっかいので。はい、噂の花花。あ、そうなの？今日の6時から始まってたの？いや、みんなさ、なんでさ、わやわやしてるの、画面が。わやわや。え、どうやってやるの？はい、やって。わやわや。あ、フィルターのこと言ってる。画面わやわややって。ありがとう。ラブユー。ハートありがとう。あ、そう
なんできるんや。え、どれどれどれ、サラ。かきれなとサラ。よいそう、ごめんね。こんばんは。すげえ。初音見て見て。あ、どれやっけ。どれやっけどれやっけ。それこれのちょっと低くする。クリスマスっぽいね。こっち欲しい。うん。一緒に過ごそうね、クリスマス。ちょっとわやわやな。わやわやってな。わやわやってなんの。いいよ。別にいいよ。かきれなさん牛みたいだなって。今日は牛子でね。一言コメントってなんだ。あ、メリークリスマスありがとう。なんて言った。あの上に置けへんのかな。下から見れない。ね。あ、大。牛れな。サータもやもやしてるよ。そう、カラオケ配信。牛だよ。カラオケ配信って何言ったの。12月になったら。B 賞。B 賞ってなんだ。B 賞って何ですか。サイン入りチェキ。え、B 賞ってなんだっけ。動画。B 賞が動画ですか。ありがとう。ちょっと一旦じゃ上向かしてもいい？ほらマジうまいよね。場所変えてもいい？ちょっと変えますね本当に。待った。いつもさみんなさどうやってさ立ててないよ。立ててないよ。だから今から食べようと思う。ね、いつもそれ食べてるね。食べてないから。忍者飯。え？忍者飯じゃない。こっちの方食べてる。こっち。これおすすめ。ちょうだい。ちょうだい。めっちゃね。え、全部くれんの？やだ。俺の飯。指定できないのかな、なんだろう。できる？どうですか？そう、これマジでできますか？サータの配信でもハラちゃんの配信でもかきれなの声が一番聞こえる。迷惑ですよね。迷惑なんですよ。皆さん、かきれなの、あの味方をしてください。悪者にされてる。ファンいないから大丈夫。いるいるよ。いるよ。いるよ。そう、12期の富士、皆さん引いてください。ここにいるさ、スタートですよ。一回引いて。すごい強制してるよ。え、強制だから。あらららら。強制だから。クリスマスのただの平日ですよ。かきれなさんはみんなかきれなめっちゃ出てほしいと思うんだけど、そんな運がいいことはできないから、選べないじゃん、くじ。だから、うまっ。レナが、え、サーモン飲む。ミルクティー、あ、何でもない。おい、3個も引いてくれたんだ。え、みんな出ないの。あ、かきれな出ないんだよ、きっと。そうだね。うん、こうやって見たらさ、花が一番落ち着いてるってわかるでしょ。そうそう、本当にやってんの、すごいね。メルカリ。いや、絶対かきれなさんだ。おいしい。本当、ありがとうございます。ジューシー兵庫県だったらかきれなが買ったんだって思っといて。本当に言ってんの？マジか、すごいね、みんな。みんな12月になったらどう？教えて、残ってる。サラのくじ運そんなだけでは。ね、2年間行くけど、本当にそんな人んだ。そうか、特殊かな。
何が？嬉しくねえだろ。二人が特殊。楽しんで。なだけ。かけるのみたいな。普通みたいな。サラ特殊じゃないよね。サラ特殊じゃない。サラ特殊じゃない。サラはプロ。プロアイドルなので。プロアイドル。待った。横画面やったら時間見れへんの。見ない。うん。まあ時間なんて気にせずにやれっていうことで。だから進化する。あ、ごめんなさい。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 ごめんなさいね。かけるが面白いコメント読んでくれるんじゃない？何が？かけるのがコメント読んでくれないって。サラちゃん、コミンが話できちゃった。ありがとう。ありがとう。かけるのマジさ、ずっと喋っとるからさ。こんばんは。目赤い？あ、ちょっと眠いかも。まあ、うーですね。年末ジャンボ当たりますよ。レッスンはすっぴんが多いです。新以下がメンバーやめないみんな花に会いたかったでしょ。ここみんなサータンでサータンねサータンでなるというから他の子がサータンって言ってるとイントネーサータンね。もう本当にかきれな自虐はやめなさいもんね。ダメだよ。好きやからやばい。味方してくれてる花々がサラも。あ、ごめん。怖いよ。これから晩ご飯を笑い方が魔王だね。もうフォローありがとうございます。LINE の授業ってさ、これでくれないこんばんは。え、みんなどうなの？あ、S 行けますか？サイン入り授業ってさ、うん、メンバー選べるの？選べないって。選べない？ない。そうなの？ランダムらしいよ。さっき言っとった。マジで？これやんはんは。え？やば。え？やって。え、1人何枚？2枚ずつとか？1枚しかないの？何名様って書いてなかったかな。あれらしい名前。あ、そんな感じで。も師匠かなんかじゃなかった、ってことは2枚とかあるんじゃない。え、でもさ、いいか、ファンの人選べるって言っとで。選べるのかな。選べるらしい。じゃあ誰も選ばない可能性ある。あ、シーカの生写真とかは選べへんらしい。やだ、ちょっと待って。誰も選ばない可能性が出てきたよ。シーカラは選べるんやって。誰も選ばないんじゃない。やばい、これでサイン書いてくださいお願いしますって言われなかった。選ばれなかったってことだよね。こっちが当ててください。サイン入りチェキ当てて。やだ、サラだけ書くのお願いされないの。やだ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 よ。当てて、なんかさせてください。え、みんなサイン以来してね。くまちゃんありがとう。今日は帰ります。サータマジで一個下には見えない。やばい、今日めっちゃ汗かいたな。書いた。寒いもん。寒い、寒いだろうね、その格好ね。今お腹出してたから。お腹冷えるからね。カイロ、あ、カイロいる？いらないわ。いる？今日は治安が悪いね。レナがいると治安がね、悪くなるの。ごめんね。ねえ、サータの声だけ聞こうと思っても無理だって。すいっこだよ。ゆるのサイン見た。めっちゃ遅くね。怖い。え、ハート？ハートっぽいやつ。猫みたいなのなかったっけ？どういうのだった？無理、絶対さ。なんでダサいのに。え、でもダサい人いなかったよね。すごい様になってたよ。うん。ほんまに？うん。え、ほんと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 。え、ほんと、え、ほんとほんと。ほんとだよ。なんでさ、グリーンさん寒いやな。違う違う、あの、レッスンが。横入りされた。サータンじゃないよ、サータンね。やったー、間違いなく書けるって。イエーイ、ありがとう。かきれの初サインのグッズだよ、みんな。いや、ダサいサインもいいんじゃない。これからさ、これからさ、サインはこれってある。こういうね、ないんじゃないの。リモコンの声でかい。うん、ちょ、え、ちょ、うん、リモコンでポチ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 。いい感じ、いい感じ。あ、でかい。機械故障。キレイな故障です。押さえて、いや、押さえて喋ってみて。可愛い、ありがとう。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、あ、上げて。ちょっとポチポチやって。よかった。垂れ目かもね。どっち？下、下、下。キルル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 。あ、下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 。はいはい。キルルルルル。え、なんかメーター、なんていうの？あるある。これからアイコン的な。ね、寒いよ、レッスン着だからね。画面でやる。
最近ハロさサンリオのさ育成ゲームみたいなハマっとってさ、え何それ、みんなやってほしい、ハロースイートデイズ。ですえさら焼肉役アプリみんな入れてますか、焼肉、焼肉役みたいな、全然全然やってないけど入れた。サータのサイン、サータのサインもね、ある動物がいるよ、ある動物がいるよ、見たよ、かわいいね、押さえて、マフラーに立ってるから、え、なんかそう、X でトレンドになってて、 X でトレンドになってて、X でトレンドになってて、焼肉焼くアプリが入れてみたんですけど、ちょっと私には合わなかったかな。誰がいるの？あ、いやにもいないよ。安心してね。サインどっかで見れるかね。ある動物。クリスマス。え、ねいいよ。え、焼肉定食いいな。昨日配信したよね。昨日レッスンなかったの？なかったね、うん、配信してたね、した、うん、入った、入ってきた、うん、え、カラオケやるん？いや、普通になんか声うるさいんだって、あー、うるさい、うるさいから花がイヤホンするって、あー、あー、あー、なんかヨッシーみたいな声してる、違う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 、なんか声、うん、やばい、ちょっと見てほしい、ハラの流れの声がなんかすぎる、イヤホンしてる、ハラもイヤホンしたいよ、いや席一応離れてるんですよ、席一応離れてるの、ごめんなさい、ハナハナのファンの皆様、声がでかくてこんばんは、謝罪完了、ちょっと待って、上着切る、寒すぎ、オッケーオッケーオッケー、寒すぎる、愉快な子ですね、いいですね、え、どういうこと、わかんの、ハナさんが言った。何が？え、ケイちゃん美味しいです。ケイちゃん美味しい。あ、ケイちゃんで料理知らないの？何ケイちゃんって？え、誰？え、料理の名前、鳥にちゃんでケイちゃんって。え、何それ？わかんない。え、そうだよね。うん。うん。二度目じゃないだよ。え、寒いよ。めっちゃ寒い。汗かいたから寒いの。うん。え、これ暖房ついてる？ついてる。ついてる。寒いんですよ、ね、そうそうそう、寒い、これでも寒い、よかった、あ、もう花は花の世界に入っちゃった、届いた、え、待って待って、来て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 来た、え、クリスマスあった、え、ほんとだ、すごい、すごい、何、かわいいだわ、かわいい、かわいいね、すごいね、見て、ちょっとかぎれのタワー、え、僕もかわいい、かぎれのタワー見てくるね、その鳥ない、そうそう、見て、めっちゃかわいいな、ありがとう、これ、そんな温かくする、すごいね、パンおらんのにいるから、いるからね、パンおらんのにタワーおもらんのに、串買ったら、串買ったら出てきたんですよ、マジビビった、嬉しそうで何よりですね、めっちゃ可愛いやけど、ありがとうわ、ペイちゃんも好き、カツオもありがとうわ、ペイちゃんって何、そうなの、串遠い遠い、ほらありがとうございます、え、ありがとう、めっちゃ可愛いんやけど、これ上にありがとう、サラどこかイルミネーションはもう行った、ハラと行く予定です、綺麗な泣けって、ありがとうございます、ひどい、ちょっと待って、ひどい、バカにしてますね、バカにしてない、ファンじゃない、そう出てきたのね、寒いね、今日寒いね、暖房効いてるんですけど寒いです、わかりました。じゃないよ。わかりました。そうなんだけど、長文。え、じゃあさ、え、めっちゃさ、あの、あ、コメント読んでくれるのさ、めっちゃ楽しいからって。そう、今日、ハラに一緒にイルミネーション行こうって誘ったの。メールで。見られちゃった、ごめん。
れてるよ。こんばんは。あくいないよ。あくいないよ。かけるのは似せようとしてくれてるから。大丈夫。優しい花。優しすぎだろ、普通に。もっと怒って。え、なんか別に怒ることじゃない気がして。本当？なんか花の話題を出してくれてるわけだから。そう、勇気を持って誘ってみた。不況？不況。うん。花の不況します。ありがとう。いや、不況せんでももうみんな分かっとって。え？サラモン。マジ？サラモンとは。嬉しい、ありがとう。ありがとう、くまさん。おかしい。ありがとう。ハラハラ寝すぎて。おかしいですよ。ハラハラ寝すぎて。ありがとう。昨日のサラハナの余韻に、あ、ハナ吹き押してくれてありがとうって。ハナいるよ。はいはいはい。サタン温めて。免疫、あ、免疫。免疫でしたっけ？免疫。クリスマスツリー見に行こう。おはよう。サータンとハナちゃん仲いいよ。ビジネスじゃないよ。タワーが立ったわ。タワーもらったって書いてるから。レナはファン、ファンオランアイドルやけど。こんばんは。おるやろ。オランに一人がいるよ。だってアットマークかきれなっているよ。応援してくれたんだけど、うん、ファンじゃないかな。うん、ファンだよ、それは。応援してるのはファンだよ。どういうこと？話します。ありがとうね。どう？はい、ごめんなさい。こんばんは。何時頃まで配信やりますか？今何時ですか？今何時だろう。そんなに決めてないですね。今何時？今8時43分。え、やばいの？どういうこと？一回待って、時間調べたい。どういうこと？あ、そうだね。うん、調べます。再開みたいなのできる？できるけど、なんだっけ、30分以上空くとダメみたいな。うん。なんだっけ、あるよね、なんか。ありがとうね、教えてくれて。あると思う。はい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 、話します。エンニサタン見ていたい。見ててください。なんか、じゃあ具体的な話がいいけど、最近だいぶサータンファン色が強くなってる気がして困ってます。困らないよ。レッスンもう終わった。サータン配信終わったら買い物行きます。行っていいよ。ラジオで聞いてください。ラジオで聞いて。その人が全然家でやる予定だったんですけど、なんかやることになった。疲れてね、帰る気力もない。当たった。くじぜひサインを。サインが一番嬉しくない？サイン入りチェキ当ててね。サラの初サインチェキ。昨日は一瞬しか見れなかったから、サータの声にホッとする。うん、いいね。変身してくれるやん。そうなの、きっと。なんかその人だけ言っちゃって。で、あ、ファンおらんだった。なにこれ、なにこれ。え、なにこれ。え、いつもと向こう口が。すんません。すんません。なんもないよ、だってハマ。すんません。申し訳ないな。頭投げたかくじもさないよ。ごめんね、ごめんなさいね、そんな。ごめんなさいね。くじんはサラがどうにかするよ。ありがとう。でも、でもなんもないの。ちょっとずつメールの返信が少なくなって。え、わかる。メールの返信めっちゃ少なくなる。コメント、そのメールの内容は。うんうんうん、サラも充電切れちゃうかも。ちょっと待って。夜ご飯。じゃあだから喜んでくれるからだよ。待って待って待って。これすごい。
かわいい。あ、かわいいとか言っちゃった。かわいいけど。違う違う違う。ちょっと映っちゃった。レナ、レナ弁が。かわいい。入れ替わっちゃった。入れ替わってる？え、ありがとう。かわいい。喜んだ。喜んでるから、よかったですね。え、これさ、トマ来たらさ、ファンの人も喜ぶよな。そうなの？なんかみんな盛り上がる。あ、うん。え、ありがとう。え、やばいよね、マジで。大丈夫？え、嘘？無糖の紅茶飲めないな。ありがとうね、でもなんか。え、今日それで。なんだよね、多分。ありがとう。その人が、壁紙やっと当たった。なんでそんな当たんないの？なんかひどいね。ごめんね。なんかちょっとずつ上手くなってきちゃった。無字数の関係で大喜利答えられなかった。返信にお願いします。クリスマスケーキ食べたいな。気が早いか。ちょっと早い。食べたい。食べたい。クリスマスパーティーしたくない？え、してくれんの？事務所も来てな。あ、やだ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 。今日も来てる。やだやだ遠い。やだ。はしゃいでるね。よかったね。え、これさ、タワーってさ、ポンってくるから。こんばんは。正直なんかここら辺にずっと乗ってくれたら。っていいよ。あ、待って待って。そうやん。みんなこんなに分かるもん。流れがあるの。ね。あ、そうそうそう。OS の時から、あの応援してくれとった人だから、多分かけるのこういうのは分かっとうけど、なんか。かって、ありがとうね。でもなんかみんなのコメントを読んどって、こんばんは。なんかその人のコメントを読んでなかったか、ありがとうございます。こんばんは。おみたいな感じで気持ちです。ありがとうございます。でもいいんだよ、別にしてわからんけどなんかもっと別のことに使えるかもしれないサーター以外は壁紙認証コンプできました。なんで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 だ。キレの面面白いよ。そうかわいい。やばい、ありがとうね。あ、雪の結晶ありがとうね、かわいい。ね、クリスマスパーティーしたい。こんばんは。なんかめっちゃびっくりした。こんばんは。悲しいとかあんまりなかったけど、なんかその人の、え、ミルクティーまだあったかい気持ちですから、はい、花のミルクティー。ごめんなさい、いつも言ってくれてありがとう。私これ初めて飲んだ。美味しい。ないつも、あの午後の紅茶。違う、紅茶家電飲んでた。ありがとう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 。何個もないの？こちらにもちゃんと。しかも20%あったら持たなくない？え？持たん？使うなら持たなくない？ねるねる。あ、じゃあいいんじゃない？ねるねる。ありがとうね。かけるの推しのファンって何なんだろう。愉快な人が多いのかもしれない。だからかけるの推しの人おらんねんって。いる。ハートありがとうございます。ほらありがとうございます。それいるって言ってほしいんでしょ。言ってほしいから言ってるんでしょ。そうだよ。体調完璧。おかげさまで。コゴティしか買ったの。私紅茶カレーなんですよね。そう。聖徳太子。ホットなタピオカミルクティーなんてあるの？美味しそう。え、美味しいじゃん。まずいやん。え？え、分からん。何？ぶどう。どっちもまずいって。え？いや、こっちがね。こっちがだよ、こと。どういうこと？めちゃこれがおしりでありがとう。そう、サッタン単押しで行けってこと。いきなり過ごし、過ごしそうでやばかった。サッタン今日嬉しいことあったよ、いっぱい。なんかママとロキさん本当にありがとう。そうなんだ。すごい。本当ありがとう。もうごめんなさい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 。もうごめんなさ
え、じゃあねるねるだけしてさ、食べるのサラがすればいいじゃん。あ、いいの？いいよ。あ、じゃあそうしよう。じゃあねるねるしていい？うん、ねるねるして。12月のカンガルー歌う。え、なって？12月のカンガルー歌うの？あ、じゃあサラたちが盛り上げてあげよう。あ、でも聞こえないじゃん。踊ったら後ろで。花が歌うからそこに合わせて歌う。あ、なるほどね。あ、じゃあイエイイエイってやっとく。オッケー。歌うって。カンガルーイエーイ。そう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 。後ろの被せ、被せの方がいいの？本当に。そうそうそう。いいよ。花が歌うって。ねえ。みんなで歌うよ。そう、ねるねるするだけ。で、サラ踊る。そう、楽しい。じゃんじゃん。カンガルーイエーイ。そっちに流れとって。はい。あれなら聞こえへんのか。はい。カラオケ大切にしてます。はい、はい、はい、はい。何これ？はい。ちょっと待って、欲しいんですよ。はい、いやいやいや、ねるねる、すぐの好きだから。大丈夫です、はい、大丈夫です。うまい。この歌がうまいって言ったから。聞きますか、皆さん。大丈夫だ、みんなに調べてほしいんだよ。ちょっと待って、本当に。あ、じゃあちょっと終わるかな。ちょっと待って、一瞬待って。書きれな牛っぽいねってめっちゃ言われてる。もう。神戸牛だから。そうだよ。兵庫県。レナビは充電で落ちた？落ちてないよね。ね、なんか落ちた。確認した。ああ、大丈夫だった。うん、心配だ。え、書きれなそうか。うん。全然。なんで？なんで？好きだから。本当。嘘じゃない。うん。電車が心配ない。うん。レナが心配。帰れるか。うん。嘘だ。好きだから。照れてる照れてる。照れてる照れてる。ジャージー牛乳っぽい。クリスマスソングといえば何？あ、あの真っ赤なお花のトナカイさんですかね。かわいい、ありがとう。後ろの好きだから。神戸牛と飛騨牛に挟まれるサータン。飛騨牛と言われてお花花レナの神戸牛はまだ分かる。そういう意味じゃないよ。なんか次行くの？え、次、うん。何行く？
えぇ、ー、なんだろう、なんだろう、何がある？クリスマスソング。いや、SKE。 クリスマスソング。あ、違う、カラオケ。 SKE、 ソハナホのひなぎゅって呼ばれてるらしい。知らないんだけど、そんな呼ばれてる。いや、初めてだよ、初めて言われたよ。かわいすぎてやばい。めっちゃクリスマス仕様でめっちゃかわいいんだけど。かわいいね。え、てかサンタさん、バンザイビーナス。あ、バンザイビーナス行こう。みんなサンタさん、どこまで信じとった？え、小6中学校に、うん、やんな。うん、でもめっちゃ信じとってん。やっぱさ、うん、疑うけど。で、待って待って、ちっちゃい子見てる。そうやな。うん、おるでサンタさん。あ、いる、サンタさんいるよ。フィンランド、フィンランド。知れなーってそう、最近までなんかテーマとかもやってラララララ、全員で歌ってて、はい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 、ラララララ、はい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 、分かってるよ、ありがとうね。メールも、今日のメール、あと見とこう。みんな昨日、あのお休みメールが届いたから。サンタになってください。昨日さ、昨日の授業でサンタさん、これ二人のパートだよ。誰のバンドを入れてパンダだけ、休みで買い込んだんだね。声をかけようか。今までさ、さつきじの声めっちゃ出ないんだよね、引っ掛けて出ないんだよ。勇気を出して気軽に編集しますね。いいよ、長くしてよ、長くしてほしいって。なんで届かないんだろう、なんでだろう。つぶやく、これが青春の恋なんだ、失うものなんかね、万歳。私たちワンハーフでやったので。あ、そうだね。どうかの、ワンハーフ。ね、花が泣いてたの思い出すね。すでに懐かしいよね。そうだね。さあ、しかし僕の手のひら、万歳はもう雨の前に12個マスの動画見た。え、なんだっけ、あれだよね。やばいな、もう出ない。え、12個の質問やったな、撮ったよな。え、うん、え、もう 見えるじゃない。 え、どこで見えるの。ね、びっくりしたね。え、でも見た。2ヶ月だよ、2ヶ月。皆さんと私の物語、2ヶ月。え、何言って？9時まで撮っとくって。今何時？9時。え、大丈夫。何もないから大丈夫。本当に？まあでも9時。昨日も大丈夫だったよ。そうそう。うん、今日から最終です。そうだったよ、教えてもらって。そう、裏こんな感じ。皆さん、勇気を出して、愛を入れてどんどん近づいてみよう。はい、え、でも皆さん分かってたんじゃないですか。なんか12期もう出るんじゃないかみたいな。結構の伸ばしてたじゃないですか。伸ばしてたじゃん。だから皆さんちょっとはなんか感づいてたんじゃないですか。お披露目あるんじゃないのって。え、そうなの。漫才ビーナー、なんかオープニングアクトの前に髪の毛染め直して切ってみたいな、うん、アーシャの長さに揃えるみたいな。全員。いや、でもなんか長さ揃えるんだよ。わかりやすいやん、ハラの長さが。そのかっきりの伸びでもロングやったらさ、わからん。ハラのどんぐらいやったっけ。ハラもともとここらやった。そうだ、もっと短くて。いや、普通に切った方がいいですかって言ったら、そうだね、今はまだ大丈夫だけど、うん、なんだ、オープニングアクトの前には合わせないといけないみたいな。エレナも美容に行こう。うん、行きな。一緒に。毛先マジさ、クソ、クソやねん。なんか、インナーエレソとかめっちゃ茶色くなって。エレナもやっぱ、なんかしようかなって思ってる。マジ
あ、本当は劇場かと思ってたの。あ、なるほどね。あ、そうなの。え、そう、長かったんですよね。なんかもうオーディション自体がなんか長引いてたから。ちょっと伸ばしたいけど、でも会社にするんだけど今はダメ。ちゃったんだよ。言ってない。12期なの11人だったの。全然全然最初からこれ12期か何分くらいで思ってたのに気づいたら毎日配信。まあそういうことですよね。ちょうど入ってきたっていうのが運命ってことです。え、次何歌うの。でも終わってさ、うん、新幹線終電とか言ったらさ、うん、割れる割れんよな。でもさすがにさ、新幹線に乗ってくる人てか終電はもっと遅くまであるから大丈夫。うん、うん、自分だけ言って。あ、佐藤は本当に何ですか。あ、そうなの。え、記載があったの。え、そうなの。何の記載。え、15周年グッズに12期研究生がなんちゃらって記載があって察してたのって最初になんか出てた。そうだね。頭いってコメントちょっと戻せる。あ、そうなの。知らなかったの。めっちゃさ、汗かいてさ、あ、アメランとサッタに伊勢せんべい終電までには絶対帰るから大丈夫。はい、わかりました。あの時はサッタ見てなかった。こらこら大阪、え、あきれなんて兵庫でしょ。兵庫だよ。兵庫です、兵庫。ほら、ありがとう。わかんないよ。12期なんて大阪かもしんないし、思わないで、そんなこと。こんばんは。そうじゃないか。こんなにスクール生とか元アイドル多い研究生も珍しいよね。まあ、それはそうだね。なんて。でもあれじゃないですか。いいことではあるんじゃないですか。今日金曜日か。踊れる子が多いからね。その人に紛れて帰る。偶数期は溺れる宿命なの。12だね。ちょっと目ラガン茶色いでしょ。いいの、めっちゃ色じゃないかもしれない。なんでか茶色いんだよね、うん、遺伝、うん、なんか意外と静かに。また息出ししないと。どうかな。本当に出しするよ。お披露目で僕の子に一目惚れして調べたの。そうなの。無制限するね、ありがとう。アウトオブ2人いるのはびっくり。今何時。びっくりだったの。二次審査でびっくりしたの。なるほど。お披露目でサルちゃん見つけてしまい終わりました。今日牛だからね。気づいてほしそうなんだもん。牛ってちょっとみんな言っておったら牛もーって言ったら。いらん反応すぎる。9時4分大丈夫じゃない。そうだよね。9時台の電車がまだある。え、本当に人多すぎてもダッシュできるんだよ。綺麗なにょにょにょって、人の波を吹き分けて。さすがバスケ。あ、なるほどね。そこで生きてくるんだ。え、なるほどね。あ、にょろにょろが、うん、あ、まあ、ご飯まだある。お腹すいた。牛目立つよね。かわいすぎんの。いや、でもなんかサタンニコニコしてた。最近は日プにハマってるの。サラじゃないんですか。牛です。え、スケインじゃなく日プにハマってるんですか。ちょっと私は見てないかわかんないんですけど。日プも見てないんだけど。見て、そうだね。あ、そうだね。そうだよね。いいことが頑張った。そうだね。踏み出してみなけりゃって。何も始まらないよ。失礼します。答えを出すな。めっちゃおすすめ流れてくる。チョイスも悪すぎ。すっごいマジで。めっちゃ好きだよ。え、好きの。うん、その、うん、あの方。少し赤い茶色っぽいんだよね。今日はさすがに自炊せずに何か買って帰るのかな。なんかまだ、うん、でも自炊するかな、帰ってから。こんばんは。うん、知ってる子。うん、そうそうそう。え、誰が言った？え、佐藤眠い。ちょっと帰る。いいよ、帰ってない。帰るか。
週末カレー、サラもカレーか、カレーかビーフシチューかで迷って、ルルシャンがいいです、自炊するよ、自炊大事、うん、ごめんね、え、もう歌わないの、そうだそうだ、ごめんね、スクスタイム行こう、歌わないの、はい、歌った方がいいの、歌って何よ、壁ボスボスになるし、桜坂を歌えない、フード被ってなくても子供だよ、いいじゃん、欅坂、嘘、今日もうボロボロなんだけどダンスやって汗ね、はい、スクスタイム行きます、なぜなぁ、リカさん、サラの家行きたいね、でも私たちサラと今度そう、住もうって言ってる、うん、親指出さないとダメなんだよね、この時に見て、歌えるのかな、サラのためだけに歌ってってヘラ感出してるの、いつも花、あ、歌い始めちゃった、ごめんなさい、サラのためのあサイレントマジョリティ、よし来ました、わかんない、これさ普通になんか歌詞、え、音程違うところとかある、大丈夫、え、大丈夫大丈夫大丈夫、え、マスの人は怒らないよ、あ、いいですよ、押してきますか、水は溢れた交差点をどこへ行く、似たような服を着て似たような服着てるらしいサータンが同居するとしたら、ハナなんとカキレナどっちがいい、ハナに決まってるでしょ、なんかもう、もうなんか、いや別にできるので、このうるささがずっとずっといるのはちょっと困っちゃうかな、なんか 5駅ぐらいは離れておきたい、4駅だったらちょっと声聞こえそう、素晴らしい、素晴らしいよ、え、ごめん、え、ごめん、うん、好き、ちょっと照れてる照れてる、すぐ照れちゃう、言わせたいあたりね、機嫌を良くさせてしまった、そうなんですよ、好き好き好き、連動してます、え、この次ってなんかある、ない、本当にない、え、どこまで、どこまで、このサビの後がちょっと変則だって、ほら分かんないよ私、あ、誰かの後ついていけば、あ、はい、あ、誰かの鼻をついていけばみたいなやつ、あ、そう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 、わかんないよ、鼻、はい、いや、はい、わかんなくていいのかな週末のおすすめの過ごし方はドラマ見て寝ることかな、かきれながスーパーカップのチョコチップクッキー味に見えた、食べたいですけど、なんですか、似てるんだよ、スーパーカップのチョコチップ味に似てる、似てる、あ、いいね、
ちょっとラストの半袖で帰ろうかな。SKE、もう一個歌うね。ちょっと待って、もう一個歌う。あ、いいよ、全然待ってた。いいよ、ちょっとごめん、めっちゃ歌って今日は3人で、3人同じ空気だ、本当に。ちょっと待ってね、いいね。睡眠時間超取れてるよ、仕事大丈夫だよ。あれ大変だ、ちょっと待ってね。大変ですね。土曜日、明日って土曜日だっけ。土曜日か。え、土曜日なの？そうやで。あ、そうや。なんもないよね、明日。ないないない。あー、最高。あー、そうだ。だる。明日ね、練習するか、もしかしたら明日もみんないるかも。でもさ、電話したい？サラと電話したいの？ビデツ？ビデツしたいの、サラと？サラ、サラ。やろうやん、レッスン中の。練習するんやろ明日。あ、自主練ね。うん、自主練ね。で、でも兵庫からつながりたいの。あ、そういうこと。うん、何何。あ、なるほどね。あ、じゃあもしみんなでショールームするってなったら電話かけてあげるよ。ほんまに。うん、イエーイ。過ぎてゆく電話ゲット電話機ゲット。錬金の人多い。なんで？いいよね。なんでだろう。12月だから忙しいのかな。大変だね。サータモテモテなんですよ。あら。あ、牛通った。ちょっとねえから。あ、牛通った。よくさ、このさ、2人うるさい中でさ、カラオケできるよね。それな。ただだよ。そうだね。何？10連買った？さっき。ね、10連買った？めっちゃ揺れんかった。今？あれ？レナがこうやってやったからか。自分で揺らしたのか。地震かと思った。やってるの花だよ。え？え？待って。集中して。はい。はいはいはい、集中してもらって。もうちょっとで配信が終わります。花の歌が。え、終わるって。終わるらしいです。まだおる。え、サラ、え、今何分ですか。あ、7日目こんばんは。14分。まだ1時間やってないよね。まだ全然やってないよね。え、なんで行かないの。まだだよ。マジうまい。この3人の部屋にビーム放り込んだらどうなるんだろう。静かに横に座ると思いますね。すごい状況だよ。皿ぐらいじゃない、冷静な人。マジさ、帰れへんかった。止めてな。いいよ、いいよ。どっちか。じゃあ花の演習な。最低やこいつ。じゃあ汚いの、部屋汚いだけ。そうそう、そう。部屋が汚いから、うん、花の部屋にしな。部屋決めたったらいいんやろ。うん、いいよ、いいよ、いいよ、うん、花じゃない、花。もうすぐ1時間。あ、本当？頑張ってる。本当？本当に頑張ってるんだよ。自分家には止めたくない。じゃあ、ご飯のペンライト振って、ジュース1本持ってあげるから。え、太っ腹、太っ腹だね。おごってくれるの。いや、そんな言ってないで。え、空耳じゃない。え、空耳じゃない。待って、あと6分で1時間って言ってるから、6分だけいいよ。いい。ねえ、ごめんごめん、分かった、ごめん。だってみんなのこと好きやもんな。あ、好きだよ、うん、じゃあいい、全然いいよ。まんざらでもなさそうな顔してますわ。ありがとうございましたね。
レンズの前のあのマフラーの毛糸。今年マフラー買ってんの？買ってない？え、この時めちゃくちゃ寒い。え、どえどうしてんの？え、なんで買わないの？髪もない。あれ、買わない。まあ JK だからさ、いける。 JK はいやいや、白マフラー絶対いる。え、つけてた。まあ、確かに、うん、え、白じゃないんだけど、赤チェックだったの。ピンクチェックだったサラ。ピンクチェックと白。DM はダメだよ。あげない。ダメだよ。そうそうそう。けどみんなさ、私も好きじゃないから、まだ何もしたの。サラ好きだよ。なんて言った？ん？サラ好きだよって。サラが？サラはレナのこと好きだよってこと。まんざらでもないです。レナは？レナは全然好きじゃんけど。あ、え、え、いや好きやで。もう一回言って、聞こえない。もう一回言って、ちゃんと。嫌い、嫌いって言われた。もうやだ。泣いた。やだ。ちゃんがやだ。そうだ、男女読もうか。え、そうじゃん、男女読もう。男女。え、名前読んだ。なんでって。名前じゃないよ、アバターで読んでる。え、みんなそうやってやったの？最近始めた。あ、やばいやばいやばい。やりましょう、男女。え、みんなさ、みんなさ、見て見て見て。13位がボブのクッキー、ありがとう。12位が大村さん、11位が恐竜、10位がゾウさん、9位がメガネ、8位がチーズ、7位がカジュアオチ。ねえねえ。6位がパンダさん。うん、やりな。5位が猫さん、白猫。4位がウギウギな猫。え、やりなさい。感謝感謝。3位がひよこ、2位がリラックマン、1位がうさぎさん。ありがとう。ツンデレ？レナ？レナツンデレなんですよ。え、ツンデレじゃないよ。え？じゃあ何？ツンデレじゃん、いつも。じゃあ言って、サラのことどう思ってるの？え、あんまり好きじゃないけど。たまに好き。花は？たまに好き。花は？たまに好きだって、サラのこと。花はもう、好きだよ。ねえ。どういうこと？好きだよ。何？何言ってんの？好きと言われて羨ましい限りです。めんどくさくないけど。まあ、いつか聞きに来てくださいよ。気づいてくれたらアメリカ隠してんの？あ、嘘。犬。ごめんなさい。犬。犬。ごめん。犬でした。ごめんなさい。明日夜かな。え、最近。まず壇上って3位なんでしょ？いや、13位まで。いいな、初、初男女、いいな。言うの？うん、いいな。大丈夫。防寒対策はバッチリ。恐竜さんとか。あ、そう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 。これはトウモロコシ。ラスカル、ラスカルだよね。ラスカル、ラスカル、ラスカル。あ、星ありがとう。え、それと馬と、パンダと、パンギョドンと、魔法少女と。何位が？7位が、7位、6位はトウモロコシ、6位がハンギョドン、で7位が魔法少女でしょ、8位がこれ何？スプーン。で9位がなんかサイヤ人みたいな。サイヤ人。気をつけて帰ってな、ありがとう。で、10位が、言ってください。あ、なんかたまごっちみたいなやつやん。たまごっち、ちょっと見えへんねんけど。どうやって見たらいいの、これ。何位の人？え、今11位までいった。あ、次11位。ねえ、たまごっちやんな、これ。え、どれ？違う、10位先。あ、違う、10位がたまごっちで、11位が、めっちゃ時間かかってる。え、そんな早く行くわけ？あ、ごめんなさい。これは、はい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 、これアボタのさ、あれの名前とか言っていいの？終電終電好きだ。うんうんうん、それは10、これなんだ？自分で言っちゃう。チョコ、チョコ、ね、猫かな。チョコの猫、チョコの猫。チョコの猫。ありがとうね、ちょっと。あ、バツマルくん。え、バツマルくんさ、この間学校帰るときに、うん、あの、あ、学校帰るときに
すいません。切れてないよ。じゃその下も読むか。オレンジの恐竜とか、バイバイ、猫のスイカと、暖かい服着てるよ。これがさ、あれやんな。そこまで読むの？ここじゃない壇上って。ここはだよ、壇上は。13まで。うん。そこまで読むの？マジで？うん。それで OK。みんなごめん。読んでなくて、読んでないのに、レナの配信いつも見てくれて、ちょっと申し訳ないな。100円まで行っちゃうよ。100円までこれ表示されてるんや。ヤニャンが配信始まった。ヤニャン、いやいや、読み上げる順番が逆です。え、そうなの、うん、1番の人からでしょ。違う。そうなの。え、1番の人はもう1番に読んであげようと思ったんだけど。あ、まあ、そういうのもいいんじゃない。レナらしいじゃん。レナらしい、うん、あ、じゃあ、いいよね、1番の人はあの2回読んだらいいんじゃない、最初と最後に。あ、いいんじゃない、それがいいならいいと思うよ。みんなのルールは何なの。え、13位から順番に、うん、言うのがね。13位からね、学んだ。え、もう一回言うの。いや、言わへん。あ、言わへん。もう言わへん。今日だけ特別。え、なんかみんな黒い。今日今日だけ特別しよう。いや、レナ白あるから。みんなスクショしてね。スクショ。え、すごい、レナが静かなんだけど。いたいない。それだからあれでチョコチップ味って言われるんで。見て、前髪いい感じで。チョコチップ、レナが、うん、なんでレナチップ。なんでレナチップなん。レナチップ、なんでなの。クーちゃん、ありがとうございました。飲みに来たらしょるの。ほんとだよ、パパにも殴られたことないのに。レナチップってなんの。知らない。レナチップって何？発祥者サラで。え？みんなレナのスクショタイムも来て。ね、これ漏れない。下から。ね、そうやめて。もういいやん別に。上からもんで。なんでもいいやん。はい。あ、ごめん。もっと下ね。はい。ブレるブレる。はいはい、止まるよ。はい、チーズ。かしよ。オッケー。うん。文句言われた。下からーって言ったみたいな。もうレナの何でもいいから、もう下からいつもやってる、うん、よし、行きますか、そろそろ。終わりますね。あ、今からダッシュしな。え、そんなにやばかった。いや、別に普通に乗りたいやつの。あー、なるほどね。時間に合わせてダッシュする。うんうんうん。はい。レナチップって何。ごめん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 レナチップ、ごめんごめんごめん。じゃあバイバイしましょう。レナチップ切る。え、花もう終わってるの。終わってんだ。あ、またね。バイバーイ。牛さん走ります。バイバーイ。ねえ。